吉田さんお疲れ様です。借金のことについてちょっとお話したいんですけども、私はね、いい借金と悪い借金があると思ってるんですよ。で、このいい借金と悪い借金の見分け方っていうのは非常に簡単で、すぐに使い切っちゃうような借金は悪い借金。ね。その借金によって、当面楽になる借金はいい借金だと思ってます。さあもうちょっと具体的に言いましょうか。今の私の暮らしで、 三万とか五万という借金は悪い借金なんですよ。十万とか二十万という借金も悪い借金です。一千万二千万はいい借金です。これ、なんでかわかります。三万五万十万二十万って、多分私ね、今月中になくなっちゃうお金なんですよ。だから、そうなると、戦力の逐次挿入って言いますかね。 もし今私が3万5万10万20万借りないといけない状態だとして実際借りたとしたら来月にはまた同じ状態が訪れるんですよでも1000万っていう借金ができたらどうですかね例えば向こう数ヶ月間の私のランニングコストをその1000万からいく枠か捻出してで残った金額で新しい取り組みをするってことができますよねつまりチャンスが生まれるんですよ借金を大きくするとでも 自分の生活費とかランニングコストと同等かそれ以下の借金はもう消えてしまって意味がないんですよ。ただ返済と利息が残るだけってことになっちゃいます。でも、返済と利息が残るにしても、その返済と利息を支払うお金が手元に借金としても現生であれば、当面お金のことについて悩む必要はないんですよね。で、手元にある借りたお金がなくなるまでに一発当てればいいわけでしょ じゃあその一発当てるチャンスが結構生まれるわけなんですよ。数千万ってのがあったら。で、一個当てたら返済した上に、まあ、残金が手元に残りますから、プラス、勝ったよね、残ったよねってことになるわけですよ。だからね、みみっちい借金は本当に人を追い込みますよ。これは戦力の蓄字投入っていうね、まあそういった言い方もするんですけども、なんかね、戦争があった時に、相手の軍隊の数がわからないから、 とりあえず、10とか20っていう兵隊を出す。で、それがダメだったらまたね、30とか40って兵隊を出すっていうのは、戦力の蓄次投入って言って、被害を最大化するそうなんですよ。ですんで、相方の戦力がわからない。もしくは、あとどのくらいお金があればいいのかわからないっていう場合は、できるだけの、たくさんのお金を一点集中して集めて、そこに臨むわけなんですよね。そうすると、最大の数で問題に対することができるんで、 早めに解決すするることができるんできんよね例えば相手の数がね戦争で言うと100だった場合1020っていうものをちまちま送り込むと10対100とか20対100で多勢に無勢で負け続けるわけですよ。でどんどん蓄次投入したのが出せば消える出せば消えるでもう劣勢になるわけなんですよね。でもこっちに300あって相手の数がわからないけども100だとしたら300で出したら今度はこっちが優勢なわけなんですよ。 で100を追っ払って300はほとんど無傷で帰ってくることができるっていう、まあ、戦力の蓄積投入とあとは、まあ、どのくらいの問題が大きいのかってことがわからない場合は最大限の出力でことに対するっていうのがね兵法の基本だそうですよね詳しくは銀河雄伝説をご覧くださいそれではいってらっしゃい